中学の頃、ヤクザをエアガンで狙撃したら大変なことになった。と、興味深いタイトルのスレを立てた一致。明らかにヤバそうな匂いのするタイトルに、スレミンたちは異様な期待感に胸を膨らませるのでした。現在19歳、ニートである一致は、4年前の中学3年生の頃の思い出を突如語り始めます。一致の住んでいる周辺は、宗教団体と暴力団の建物が多い地域で、宗教と暴力団の街と呼ばれるほど治安の悪い地域だそう。そんな当時のイッチはエアガンにハマっており、対象年齢10歳以上のエアガンの威力では物足りなさを感じていたイッチは、対象年齢18歳以上の威力の強いコルトガバメントというエアガンを購入します。そしてある日のホームルームで先生から、近々周辺で暴力団の抗争が起こるかもしれないから外出を控えるようにと、普通に生きていたら聞かないような指示がありました。他の生徒が、俺〇〇組の人と話したことあるぜなどと半分笑いながらざわめいている中、イッチは恐怖で震え上がります。というのも、イッチの頭の中でのヤクザの抗争というと、殴り合いなどではなく本格的な銃撃戦である、流れ弾が自分に当たるかもなどと、いろいろなことが頭をよぎり恐怖に襲われていたと言います。そしてイッチはなぜか突然決意します。よし、ヤクザをエアガンで狙撃しようと。このイッチの狂った思考回路にツッコミが止まらないスレミンたち。そして好奇心旺盛で無駄に行動力のあるイッチは、友達や家族には内緒で早速武器を調達し始めます。おもちゃ屋さんに行き、護身用にと指にはめて拳の威力を上げる武器メリケンと、面白そうな煙玉を購入したイッチ。イッチの考えた狙撃作戦はこの通りです。まずヤクザの家の近くのアパートを探し、その階段に潜伏。そして車や玄関から出てきたヤクザをエアガンで狙撃。状況に応じて煙玉やメリケンも使用して終了。この自称完璧なプランに、イッチはプロの殺し屋になったようでワクワクが止まらなかったと言います。中二病にも程があるイッチに、普段はあたおか側のスレミンもさすがに呆れます。翌日、イッチは早速作戦を決行します。イッチがターゲットにしたのは、よりにもよってヤシの木や滝がある豪邸に住むヤクザ。選んだ理由は、向かい側にアパートがあり絶好の狙撃ポイントに思えたからだと言います。3時間ほどアパートの階段でタイミングを待っていると、黒のジャガーが1台ヤクザ宅に駐車するのを確認。イッチは早速威嚇射撃ということで、ジャガーに向かって3発ほど打ち込みを開始します。いきなりの威嚇射撃にスレミンからは盛大なツッコミが入ります。パンパンパンと乾いた音が鳴り響き、 BB 弾はすべてヤクザの車のボンネットに命中。慌てて車から降りてきた3人のヤクザはキョロキョロと辺りを見回しています。そのうち1人がアパートに指を差しますが、イッチは慌てて隠れて間一髪耐えます。そしてヤクザの車に命中したことで、フフォーと興奮が止まらないイッチ。この時イッチはヤクザにエアガンを狙撃する快感を覚えてしまったのです。よく殺されなかったなとイッチの生還に安堵するスレミンや、俺ヤクザじゃないけどこんなガキがいたら埋めると脅す鬼畜スレミンもいるのでした。そして翌日も同じようにヤクザの家の前のアパートに向かったイッチ。昨日の経験を生かして、今日は車ではなくヤクザの顔を狙おうと思いつきます。玄関前では数人の女性が談笑しているのを確認。しばらく階段で待機し、とりあえず威嚇射撃と玄関に向かって一発発砲。玄関付近にいた女性二人は
何が起きたのかわからない様子で家の中に入っていき、入れ替わりで絵に描いたようなこわもてヤクザが出てきて辺りを伺っている様子。そしてこわもてヤクザはイッチの発砲した BB 弾を見つけるとポケットにしまい、玄関へ戻ろうとします。しかしイッチは何を思ったか、突然ヤクザの後頭部めがけて狙撃してしまうのでした。まさかの後頭部へ発砲するイッチに、スレナイは爆笑の渦に包まれます。この時イッチはウージーという連射力の高いサブマシンガンでヤクザを狙撃。当然数十発の BB 弾が発射され、ヤクザの足や背中、頭にも数発的中した模様。このあまりのスリルにイッチは興奮が止まりません。しかし外から、おーいおーいとヤクザの叫び声が聞こえ、自分のしたことにハッとするイッチ。今外に出たら本物の銃で狙撃されると怯えつつも自宅に帰宅。そして自分のやってしまったことについて冷静に考えるイッチ。しかし罪悪感よりも、ヤクザを狙撃するなんて俺はなんてかっこいいんだろうという達成感で満ち溢れ、その日はニヤニヤが止まらないイッチなのでした。翌日帰りのホームルームで、またもや先生から注意喚起がありました。内容は、最近うちの制服を着た生徒がアパートの階段からおもちゃの鉄砲で歩行者を撃つといういたずらをしているというもので、アパートの住人から通報され、さらには制服で特定されてしまうというドジぶり。イッチはその日新しい作戦を練り直します。翌日イッチは新たな作戦を決行します。まず前回の反省を生かし、周囲に人がいないか気を配りつつ、偵察所であるアパートの階段で待機。そして前回使えずじまいだったメリケンと煙玉をどうしても使用したかったというイッチは、一気に三つもの煙玉をヤクザ宅に投げ込みます。そして青い煙がうっすらと出たのを確認し、ニヤニヤと興奮が止まらないイッチですが、急いでチャリに乗り込み偵察所へ。しかしヤクザは外に出てこず、その日はヤクザを狙撃することもなく作戦は終了するのでした。何度もヤクザ宅を狙撃するイッチに対し、気違い呼ばわりする声が飛び交うスレナイ。3回目の狙撃の翌日、あろうことか先生に直接呼び出されたというイッチ。イッチが偵察所にしているアパートの階段にいたと目撃情報があったらしいのです。イッチはかなり動揺しつつ、友達が住んでいるからたまに遊びに行くと嘘をつき、その場を乗り切りました。先生からは、あまりあそこら辺をうろつくなと注意を受け、その日は素直に帰宅。しかしイッチはまた狙撃したい衝動に駆られてしまいます。狙撃したい症候群が止まらないイッチを見たスレミンは、だんだんとイッチをただのいたずら少年ではなく、スナイパー予備軍だと認識していくのでした。そして放課後、スナイパー予備軍のイッチは今までの反省から私服でアパートに向かいます。ヤクザ宅の様子を伺っていると、道路から大人がゾロゾロ歩いてきているのを発見します。どうやらイッチの学校の先生たちであり、ヤクザ宅やアパート周辺を見回りしている様子。リュックにエアガン、ポケットにはメリケンが入っており、イッチの格好は完全に不審者そのもの。今見つかると危険だと感じたイッチは、身を潜めて先生が去るのを待ちます。しかし何を思ったか、さりげなく逃げて帰るのが正解だと感じたイッチは、駐輪場から自転車にまたがったところで先生たちと遭遇してしまうのでした。こんちゃーすと余裕を装い挨拶をするイッチに、以前イッチを尋問した先生が近づいてきます。当然学校内では容疑者扱いをされているイッチは、リュックの中身を見せろと言われ、中身を確認される始末。イッチは多感症らしく、焦りのため
汗がだらだらと止まらない様子。またカバンの中にはエアガンが2種類、BB 弾など怪しさ満点の物しか入っていません。お前これはどういうことだと先生が急に怒鳴り出し、イッチはそのまま学校へ連行されることとなりました。こんなドキドキするスレは久々だ、いやハラハラする、面白いと、人の不幸が生きがいのスレミンたちはイッチの今後の展開が楽しみで仕方ない様子です。スレミンの中にはミナミと名乗り、君が人を撃ったのかな、答えてくださいよと独特な口調でイッチを問い詰める尋問スレミンまで現れます。どうやらこのミナミと名乗るスレミンは2チャンネル内で有名なヤバいやつらしく、なんでミナミが湧いていると他のスレミンたちに罵倒されるミナミ氏もいる中、イッチの話は続きます。生活指導の先生に捕まり学校へと連れて行かれたイッチを待っていたのは、総勢11人の先生 VS イッチという形での尋問でした。なぜエアガンを持ってあのアパートにいたのかと、イッチの胸ぐらをつかみながら怒鳴る先生。その日はなぜエアガンを持っていたのか、なぜアパートにいたのか、エアガン事件とは関係はないかなどを尋問され続けたイッチでしたが、黙秘を決め込みます。そして夜の20時頃まで尋問は続き、イッチは無事に帰宅。なぜ疑われるのだろうと納得のいかないイッチは一人自室にこもり涙を流すのでした。疑われて当然なイッチに対し笑いが止まらないスレミンたち。釣りだとしても面白いと痛快な展開にイッチを褒めたたえるのでした。しかしイッチが感傷に浸ったのもつかの間、学校から自宅に電話が入ります。電話の話の内容を盗み聞きしていると、母が必死で先生に謝っているのが聞こえてきます。そしてイッチが1階から名前を呼ばれ、降りていくと母親からものすごい勢いでビンタを食らい、続いて父親からも2発目のビンタを食らったイッチ。イッチは泣きながら自分のしたことを正直に告白します。正直に言ったら許してもらえると思いきや、さらに2人の怒りをヒートアップさせてしまったようで、母親は泣きじゃくり、父親からは殴られ蹴られてしまう始末。その日はあまり眠れないまま朝を迎え、両親に学校を休むように言われたイッチ。そして3人でヤクザの家に謝りに行くことになりました。ヤクザ宅に謝罪に行くという展開に震え上がるスレミンや、両親指爪エンドで破滅を期待する鬼畜スレミンたち。そしてイッチ家族はヤクザの自宅に到着。父親がインターホンを押し、お上がりくださいとヤクザに言われ、震えながら家に上がったイッチ家族。イッチは緊張のあまりお腹が痛くなりトイレを拝借。あろうことかヤクザ宅でうんこしすっきりするイッチ。緊迫の状況にもかかわらずヤクザ宅のトイレでうんこをしてしまうイッチにスレミンは笑い転げます。その後応接室に連れて行かれると、中には3人の男の人が座っていたと言います。そして1人だけ白髪で上半身裸であぐらをかいていた男がいたそうで、その雰囲気やオーラからどうやらこの白髪男がボスだと悟ったイッチ。そして座布団に正座し固まるイッチ。両親が、うちの息子が大変失礼なことをしてしまいすいませんでしたと土下座に近い姿勢で謝罪する両親。イッチも小さな声で、すいませんでしたと謝ります。ボスはタバコをふかしながら、まあ頭を上げてくれや、もう済んだことなんだからよと言ってくれたそうで、このボスになら一生ついていけるなぁと考えたりしたと、謎にヤクザのボスに懐きつつあるイッチなのでした。スレミンも寛大な心で許したボスに惚れます。しかしこのボスになら一生ついていけるというイッチに対し、
懐いてんじゃねえと、その反省の色が見えなさに様々なツッコミが飛び交うのでした。しかしボス以外の男からは常に睨まれ続けており、ガクブルになるイッチ。ボスは、子供の時はみんなやんちゃするもんだよな兄ちゃんと、イッチに問いかけます。しかし完全にひよってしまっているイッチは、いやすみませんでしたとしか言えません。ボスは、うちもこんな身分だから近所の方々に嫌われて追い出されても困るんだわガハハハと笑いながら許してくれたそうです。しかし何度も狙撃した挙句、庭に煙玉を放り込んだイッチは1ミリも笑うことはできず、そのままイッチ家族はヤクザ宅を後にするのでした。一通りの話が終了したとみて、スレ内ではイッチの今後の推測大会が始まります。釣り宣言クールでと釣りを疑うスレミンや、ハリウッドで映画化決定と全米にまで話を広めようとするスレミン、親父の指飛べとイッチの父親の指が飛ばされることを希望する、いつものように人の心を持たないスレミンも現れますが、特に多かった推測は、イッチがヤクザにスナイパーとして雇われるでした。そしてイッチによりその後が語られます。帰宅し速攻でエアガン禁止となったイッチ、しかし学校ではイッチがヤクザをエアガンで狙撃したというのが噂になっており、イッチは一躍ヒーローとしてもてはやされます。さらに昨日のヤクザの自宅に行った出来事を自慢するイッチ、全く反省をしていない自分を本当にカスだなと感じながらも、イッチのヒーロー気取りは止まらないのでした。また当時は怖かったが今となってはいい笑い話だと語りつつ、このスレを立てた理由は、先日ヤクザのボスが病気で亡くなったと聞いて書くことにしたと話し、皆さんはヤクザをエアガンで狙撃したりしないでください、そもそもエアガンは人や動物に撃ってはいけませんと、かなり上から目線で注意喚起し、自身の教訓をスレミンたちに伝え締めくくるのでした。好奇心を抑えられずヤクザを狙撃してしまうという狂ったイッチが最後まで面白かったハッピーエンドスレでした。ご視聴ありがとうございました。